はい、どうも、たくみです。モンスターやっていきたいと思います。ということで、今回は、2月13日12時からね、来ております。はい。モンスターバレンタインのね、ガチャ。こちらをね、50連引いていきたいと思います。で、今回結構熱い、まあ、ガチャで、まあ、タンポポ、ヒカリ、ノンノ、信長 X が、ね、この新イラストっていうの、まあ、バレンタイン限定のイラストで出ますよ、ということで、重心化、状態で出るので、まあ、僕持ってないのタンポポ、信長 X 光持ってないんで、まあそこら辺はちょっと欲しいかなっていうところですね。まああとは信長とかね、ノンノとかも2体目全然ありなので、まだ1体しか持ってないからね。まあなので今回は50連引こうかなと思います。タンポポとかね、信長 X が欲しいかな。まあ光はまあ正直どっちもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、そこの2体をちょっと当てたいなと思ってます。で、僕結構ね、こういうクリスマスとか、まああと夏ガチャとかそういうの結構なんか意外と星5出たりしてるんで、マーリンとかね、夏ガチャ3体当ててるし、まあ全種類とか当ててないんだけど、マーリン3体当ててるし、そんな引いてないけどね。クリスマスに関しては20連ちょっとで全種当てて、さらに持ってないところとかね、結構いいやつとか当てたりしてるんで、まあ意外といいイメージ、いい印象はあります。はい。で、星玉も多分溜まるはずなので、まあ星玉まで今回は引きたいなって思ってます。いきましょう。まず10連目。はい。まあ止まったら、多分バレン、違うわ。これ前ね、あの2回転と間違えたけど、全然2回転しなかったから。お、いきなり？おお、いきなり来たんだけど、信長。まあ、信長もね、まだ2体目だから、これ全然嬉しいね。はい、OK。いや、いきなり来たね。さあさあさあ。お、また止まって。これ、神引き？まさか。おお、光。まあ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 。初ゲット。光はね、普通の通常持ってないんで、嬉しいです。さあ、止まれ。はい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 。これ結構、いいガチャ、これ。信長、まあ2体目ですね。で、まあ、あれで分けれるじゃないですか。あの、名前というか、ま、ナンバー違うから、感染切りとか、避けれるし、まあ、ただ、使用回数に関しては、まあ、ゼロなんだけど、で、光の方に関しては、まだ持ってなかったんで、まあ、全然ありかなと思います。まだそんな使う感じないけどね、最近。はい、行きましょう、20連目。いや、まあ、今回結構いいんじゃないかなと思います。全種コンプリートしたいね、50連で。いや、頼む。いやー、どうだろうね。でも、10連でもう2体出てるから、全然、結構パンパン止まる感じがあるね。さあ、爆死だけ、お、これ、結構良くない？こいつなんだっけ？これはまあバレンタインじゃないけど、まあまあまあいいでしょう。これ結構最近のやつじゃなかったかな。はいはい、爆死はでも今んとこないね。ナスカ、あ、全然最近じゃねえわ。全然最近じゃない。こいつナスカなんだ。これをなんか23回でなんか結構使ってたイメージある、昔は。まあ、最近はね全然使われてないと思うんだけど、まあいいでしょう。とりあえず爆死はないからね。あと30連さあ行きましょう。ドン。いやー、どうだろうね。演出とかはないね。確定演出とか今のところ多分ないはず。まあ見逃してたらわかんないけど。さあ、まず止まれ。いやー、でもやっぱ渋いんかな。はい、ここで爆死か。いや、でも、やっぱ一番タンポポ信長 X が欲しいところだから、そこ当てたいね。まだ持ってないところ。光はまあ正直どっちもいいかったからね。うん。そこはね、どっちもいいけど、タンポポ信長 X どっちか一体だけでもね、当たってくれるとありがたい。さあ、頼むよ。止まれ。やばい。これ、おー、なんだっけ。こいつ3体目、レムラント。あ、レムラントね。はい、3体目です。はい。ラスト。お、これ49か。まあ、星玉も行きますよ、という感じですね。確定演出。来い。2回転。ないか。いやー、どうだろうね。止まってくれたら、まあ、バレンタイン濃厚。止まれ。ギルドって懐かしいな。止まれ。うわー、やっぱ結構渋いのかな、これ。爆死2回かな。さあ、とりあえず、おう来たよ来たよ、これ。これで、信長 X と、なんだっけ、タンポポか。どっちか。このどっちかが出てくれたらもう、このガチャは終わり。でも、信長 X の方が正直欲しいかな。水ガチャとか引きたくないからね。多分、水ガチャ、ナポレオンも持ってるし。あ、でも、ラファエル持ってねえな。ダルタネは持ってるけど。
まあまあそんな感じです。はい、信長 X だって嬉しい、頼む。おし、よしよし、これ狙い引けたのでか。信長2種出たね。はい、ということで、今回はどうですかね、どうなんですかね。最初の10連で、まあ、無課金とかだったら最初の10連でやめてたらもう全然勝ちだったのかなっていう感じあるけどね。どうなんだろう、50連引いた結果的には何が出た。でも信長でしょ、バレンタイン信長、バレンタインの、光で信長 X も出て、星、まあ、星玉だからなしか、ナスかレンブラント。50連で4体か、でも星玉合わせれば5体、10連に1体ずつぐらいかなっていう感じだけど、どうだろうね、どう微妙かな。並び替えでちょっと見ますか。でそういえばこの前単発でね、あの FF コラボかの方を引いたらね、なぜかスコール出ましたね。ノクティスがなんかアップしてる時だったんだけど、なぜかスコール出てきましたね。まあなんでちょっと後で神化させようかなと思ってます。はい、どこからかな、ここが信長のこの神引きしたところからね。単発ねちょろちょろと引いてるんだけどね、意外とここでねなぜかスコール出てましたね。はい、で信長いいね、信長2体目だしね。信長でも僕そんな正直使ってないですよね、まああんまなんか使ってないですよね。まあでもこれからちょっと使っていこうかなと思います。バレンタインも出たしね。で光、まあ、光どうだろうね、今後使うかなっていうところあるけど、まあでも持ってるに越したことはないかな、どっかで使えるかもしれないしね。でナスカかな、ナスカ、あ間違えた、ナスカはね正直どうだろうね、まあ重心か待ちかな、まだ全然来ないとは思うけど、まあそんな使うところもないかなっていう感じかな今現状はね、ちょっと前だったら23回で全然使ってたんだけどね。で、レンブラント、これは3体目かな、まあ、進化神か持ってるんで、まあ、どっちかにしようかなと思います。はいまあそんないらないかな、まあ楽上げてもいいかなって思いますけど。で、ラストが信長 X、 これ星玉ね。いやでも信長 X ここで引けたのは結構でかいかなと思いますね。まあ、水の遊園は僕別に引かないので、その属性限定とかはもうこういうなんかバレンタインとかクリスマスとかそういうところで、まあ、結構当ててるので、この前のクレオパトラとかミカエルとか、あとはダルタネムとかも結構こういうところで引いてるんで、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。水の遊園はもうあとはラファエルだけ持ってないですけど、まあラファエルも正直まああんま今使うとこそんなになくなってきてはなくなってるというか、まあそんな使う頻度ない、低いので結構、まあここで信長 X 当てて、まあ水の遊園もスルーで、まあなんかラファエルがまたねクリスマスの時みたいになんかあったりしたらそこで狙うとかはいいけど、まあそれ以外に水の遊園引くことはないかなと思います。とりあえず属性源は今回欲しかったんで当てれてよかったかなと思います。はい、ということで、今回はバレンタインガチャ、50連引いてました。皆さんも、よかったら結果、引きましたよっていうの、単発で当てたとか10連で当てたとか、よかったらコメントで書いていってください。やっぱ星玉はね、すごいなという感じですね。やっぱ限定出やすいんかな、限定出やすい気がするね。限定というかもうこのピックアップされてるやつが出やすいのかなっていう印象ですね。そういえば見てなかったね、割合。おっ 6.2%、 4.2%、 結構低いね。でも全部一緒なんだね、信長とか信長 X もね。信長 X 属性源だけど確率は、あでも低いのか、 0.6 か。じゃあちょっと低くなってるんだね。まあでも結構渋いね。まあでも星5は 8.4 でいつもと一緒か。でもまあこのピックアップされてるので 0.9 だもんね、最高。ちょっと渋いのかなっていう感じですけど、まあどうだろうね。僕はまあ僕の中では当たりだったかなと思います。まあタンポポとかは、鳥獣とかで引きたいなと思います。まあ引けたらいいかなぐらいですね。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。